では今回の雨の特徴というのをまとめてみましたそれがこちらです、はい、今回の雨深夜に猛烈な雨が降る恐れがあります猛烈な雨というのは1時間に80ミリ以上の雨のことでこれ雨が降っているだけで恐怖を覚えるようなそんな雨なんですね、えー、さらには線状降水帯が発生する恐れがあります線状降水帯が発生すると災害の危険度が急激に高まりますそれが深夜ということは もう,身,う身動きが取れなくなるような状態になりますからね,ね明るいうちの早めの避難を心がけるようにしてくださいではレーダーで現在の雨雲の様子です赤や黄色といった活発な雷雲が九州所々に流れ込んできています熊本県を拡大して見てみますと熊本県 ライン上のすでに雨雲がかかっている危険なところがあるんですね,ですね現在、えー、線上降水帯は発生はないんですけれどもこの雨雲の下では1時間に60ミリを超えるような非常に激しい雨が降っているものと思われます雨が止んでいるところもありますからね、えー、繰り返しにはなりますが雨が止んでいて外が明るい今のうちに、えー、危険な場所から離れて避難するようにしてください、はい では今夜からの雨の予想も見ておきましょうこの後雨のピークは今夜9時頃そして日付が変わって明日の明け方から朝にかけて人吉ではお昼頃にかけて雨のピークが続くものと思われます雨の降り方には十分に警戒してくださいでは現在出ている警報と注意報です赤い部分が警報です現在は熊本市、山垣口そして天草地方には大雨警報が また荒尾多摩名、麻生地方、足北地方、そして熊地方には大雨、洪水警報が発表されています。市町村ごとに詳しく見ていきましょう。まずは大雨警報が発表されている市町村。赤く塗られているところです。えー、県の北部や天草、足北地方に多くなっていますね。阿蘇市や上天草市などです。この大雨警報というのは大雨の警戒レベル3に相当する情報ですので、 すでに高齢者等避難が発表されている地域もありますがまだ出ていなくても避難情報にはくくれれぐれも注意していてくださいださらに避難指示警戒レベル4に相当する情報というのが土砂災害警戒情報というのがあるんですがそれが発表されているエリアを見てみますと今のところ県内には発表はありません。 ただ今後の雨の降り方次第では土砂災害警戒情報が発表されるかもしれませんのでくれぐれも最新の情報には注意していてくださいそして洪水警報が発表されている市町村がこちらです洪水警報は熊町を中心に多いようですねたらぎ町や湯の前町水上村そして朝霧町です これらの市町村、これは市町村単位で発表されていますが、身近に危険が迫っているかどうかを知るためには、実は気象庁のホームページで危機来るというものがあります。それをこちらの画面に出してみますと、こちらです。はい、現在土砂危機来ると呼ばれているもの、午後、えー、今日の午後4時30分現在のものを見ています。 ここに熊本県があるんですが県の北部を中心に黄色いエリアが多くありますねこの黄色というのは土砂災害の危険度が注意レベルレベル2に相当するものとなっていますそしてよく見ますと熊本県北部に赤いエリアがあります 小国町となっていますねすでに小国町避難指示が発表されていたんですよねえ皆さんくれぐれも最新の気象情報避難情報には注意していてください、はい、そしてここ上の部分をた、えー、触りますと次に浸水危機来るというのがありますこれも確認しておきましょう、はいうん、県内広い範囲で見ていきますと熊本市や沿岸部の方に黄色いところがあるようです、はい はい、浸水危機来るというのは今降っている雨で道路の冠水などしている恐れがある場所ですさらにもう一つ、はい、洪水危機来るというのがありますそれをクリックしていきますとこの細い線が全て県内に流れている川を表しています青はそこまでではないんですがよく見ると黄色そして赤くなっているところがありますねこちらですね県の北部沿岸部の方ですね こここちら浦川と読んででででいいんでしょうかね、うん、ここではすでに赤,赤い表示となっています赤というのは洪水災害の危険度が警戒レベル3相当、警戒という,ふうになっていますからねくれぐれも、えー、危険な場所には近づかないようにしてください。そしてキキクルの他にも身を守るために必要な情報を得られる情報というのがこちらで検索することができます。 災害の危険度そして雨雲というのは気象庁のキキクるそして雨雲レーダーで検索して確認することができます現在の川の状況というのは国土交通省の川の防災情報で定点カメラによる現在の情報様子を見ることができますさらに避難所の開設などは熊本県のホームページ 防災情報熊本で確認することができますので明るいうちの早めの避難心がけるようにしてください、はい、そして今から気をつけるべきことを改めて伝えていきたいと思います、はい、大切なのはこちら北島さんもおっしゃっていたように明るいうちの避難です、はい、暗くなってからですと周囲が確認できませんので非常に危険です明るいうちに避難をするようにお願いいたします そして避難をする際の持ち物をおさらいしていきます自主避難の段階では役場が準備する物資はありません必要なものは自分で持っていく必要があります飲料水や食料、常備薬、現金、衣類、タオルそして充電器、生理用品、マスクなど衛生用品など必要なものを両手の開くリュックに入れて持って行ってください 続いて避難をするときの注意点です移動は長靴で移動すると水が入ってきて非常に歩きづらくなり危険です雨の中避難をする際は紐で固定できる運動靴を履くと安全です続いて冠水した道路を歩くときの注意点ですマンホールや側溝などがありますので危険です棒などの棒や杖などを持って移動すると便利です そしてアンダーパス、高架や道路の下を通る形のアンダーパス、ここは冠水をしやすい場所です。アンダーパスや低い土地に近づかないことが大切です。そして避難所に行くことだけが避難行動ではありません。ハザードマップを確認して自宅に危険,危険が迫る場合は、安全な場所にある親戚の家、知人の家など複数の避難場所を検討してください。 外の様子を見て避難することが危険だと判断した場合は家の2階以上そして斜面から離れた部屋など少しでも安全な場所で身を守るようにしてください続いて大雨の際に注意をしたいのが土砂崩れです土砂災害には前触れがあります斜面から水が流れたり小石が落ちたりする またひび割れや異様な匂い音こういった前兆に注意をしてくださいもしまだ自分のいる場所が被害を受けていなくても土砂災害に警戒が必要なエリアの中にいますと今後災害に巻き込まれ命を落とす危険があります直ちに避難をするようお願いいたしますここで改めて5段階の大雨警戒レベルを見ていきたいと思います、はい 現在小国町にレベル4の避難指示が発表されていますそして県内広い範囲でレベル3高齢者等避難が発表されていますね、はい、高齢者等避難と書いてありますが、ええ、実は高齢者だけでなく我々も、えー、避難をする準備を始めましょうという意味がこの警戒レベル3にはありますからねくれぐれも情報には注意しましょう、ええ こちらレベル5緊急安全確保となってしまいますと災害が発生しているまたは非常に切迫しているという段階になりまして避難自体が手遅れとなっていることもあります、はい、この警戒レベル4までに必ず避難を終えるようにお願いいたします気象台の担当者はこのようにコメントしているんです今後線状降水帯が発生し予想を上回る雨が降った場合 大雨特別警報を出す危機感を持っていると話していましたこの大雨特別警報は3年前の熊本豪雨の時に発表されたものです、はい 3年前も深夜に大雨が降り続きましたよね,ですね今回も辺りが暗くなってから雨のピークを迎える恐れがありますからね,、うん、ねもうあ本当に辺りが暗くなる前の明るいうちの早めの避難心がけてください、はい、今ならまだ避難ができます危険な場所にいる人はどうか明るいうちに避難を終えるようお願いいたします